定率って上がってないと思うんですね。そうですか。ただそのが四つ打ち切ってブラジル3連続ポイントの後点差をキープしていきたいですね。そうですね、この点差だけですからね、はい、何か安心感がありますこの第4セットの。完全に本気になってますからねブラジルはね。佐野もよくできているブラジルのチーム。5対5の同点います。9年間ブラジルには勝ちがありません。31試合勝ちがありません。ですね、ジャケリネの強烈なクロス。競り合ってます。7対6、頑張ってますね、はい、またね一回捕まえられて沈みそうになったところから一本は気にせず、また次のまだわからないブラジル相手にこの攻防です。取れるか。9年ぶりにしっかりブロックは対応できてますか。そうですね、はい、この後ですね、山口今大会自慢の2人生きています。これでまた同点になりました。ですあとはこのローテ日本前2枚、もう山本江畑が何とかするしかありません。ジャケリネ、山本サーブレシーブどうだ、短い江畑にボールが詰まってくる。さっさが拾った。これがラストボールブラジル日本チャンス。山本か江畑か、それとも木村のバックアタックか。江畑できた、クロス、チームか勝利なるか。日本マッチポイント。江畑のサーブブロックはどうだ、ブロック止めたか、止めた、1回止めた。次はどうだ、よしよしよし、ニランドスになる。木村が打つ、決まった。日本ブラジルを破るオリンピックチャンピオンのブラジルを日本この決勝ラウンド初戦で倒しました。You know that I will never ever turn away from you.